ということで今回からこのクレヨンしんちゃんお手伝い大作戦をやっていきたいと思います。ってことでスタート。クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦。私これさ、声優さん変わってからクレヨンしんちゃん全然知らんけんさ、ちょっと今めちゃくちゃびっくりしたんやけど。無料であと5回遊べる。無料では5回までなんやね。なるほどなるほど。なんか一応このアプリが何、子供のお手伝い体験みたいな感じのことができるらしく、ってことは5回ってことはこの中から5個ってことよね。どうしよう、何がいい。お洗濯するぞ、旅行の準備。あ、お洗濯フリーって書いてる。ってことはこれは何回でもできるってことやね。はい、お洗濯するぞ、スタート。洗濯機でお洗濯してほしいの。オッケー。何、どういう感じ。達成。あ、これ開けるってこと。こう洗濯物を全部入れてね。これはあれなの、なんかネットとかに入れないの。そのまま入れていく感じですか。はい。あ、すごい、あれやん、ひまわりの服とかひろしの服。はい、しんちゃん、これ誰、ミサエ。これは父ちゃんの靴下。何、入れちゃダメなの。入れたけど入れてよかったやったね。入れるところまで回さないんすか。あ、またこの後があるんやね。洗剤を入れるケースを引き出して、はい、洗剤をスプーン1杯分入れるのよ。よし、はい。すごいね、これ。なんかゲームしながらちゃんと洗濯の仕方がわかるってことか。洗剤ケースを閉めてね。はい。あとは洗濯機の蓋を閉めて、電源ボタンを押して、スタートボタンを押せば完了。はい。でも実際の洗濯機もっとなんか複雑なボタンいっぱいある気がするけど。おー、洗濯機が動いたぞ。あとは洗濯機が止まるまで待つだけよ。ボタンを連打して洗濯を進めよう。おー、ぐるぐる洗ってますな。洗い。あ、めっちゃ連打するってことか。そういうことか。はい、めっちゃ洗う。ずっと洗いよったんで、今のこれ。オッケー。次は鈴木くんが頑張る。鈴木くん鈴木じゃなくて鈴木。いや、これとせ、ちょっと見えなかったですけど。とりあえず全部連打していけばいいわけやね。はい、鈴木。はい。おお、激しいですな。オラもオラも。脱水。さ、最後ね。しんちゃんの声がめちゃくちゃ気になるんだけど。はい。おお、洗濯完了。やったね。なんでこれ2回あるんやろうね。やったね。お洗濯完了だぞ。まだよ、洗濯物を干すの。あ、そこまで。しょうがないね。まだあるのか。洗濯物を全部物干しに干してね。待て、それは回したやつかほらあ、ちゃんともう干す場所が決めてあるんや。はい、わかりやすいね。ほい、これはバスタオル。ズボン、あ、ここか。ここだけ離れた場所にあるけんよくわからんかったわ。お、靴下。さっき臭そうにされてた靴。これ置く場所なくない？あ、ここか。見えなかった。で、あとこの2つってことやね。お、オッケー。全部干したぞ。ちゃんと、誰のごとみたいな感じでこう、分けとんやね。お手伝い完了。あ、最後はこの顔になるんだ。3段階あるってことやね。なるほど。はい、そして、じゃあどうしよう。あとフリーのやつはもうないんかな。あとはフリーはなさそう。でもなんか面白そうなのいっぱいある。ひまのファッションショーとか絶対かわいいやん。やろう。ひまのファッションショースタート。カメラマンしんちゃん仲いいよね、しんちゃんとひまわり。ひまをお着替えさせてちょうだい。やるやる。お、いいね、いいお兄ちゃんやね。ひまが喜ぶものを着せてあげてね。はーい。ひまわりはあれじゃない？結構なんかね、女の子らしい可愛いのとかキラキラしたものとか好きよね。あ
え、めっちゃ可愛いんやけど、どうしよう。これとか絶対似合う。あ、ほらもう、目がキラキラしとるもん。超目がキラ、え、でもどう？なんか、あ、これ可愛い、めっちゃ可愛い。え、よくない？あ、なるほど。こっちタッチ。右側のやつタッチしたらずらってそのシリーズが出てくるんや。これシリーズでやった方がいいんかな。あ、これはいいや。ちょっと待って。これは？え、これ？なんでそれが好きなの？私にはちょっとよく、センスがよくわからないんだけど。メガネなくそうや。え、いる？メガネいる？あ、鼻好きじゃないんや。これ好き？でも、あ、これめっちゃ可愛いと思う。あ、こっちは？え、好きじゃないの？ひまわりのセンスよくわからん。よくわからん。この辺全部好きなんじゃない？え、どうしよう。これは？え、好きじゃないんや。好きじゃないのとかあるんや、ちゃんと。へぇ、どうなんやろう。こっちの、あ、なになになに？あ、なるほど。メーターが全部になったら、もうそこで終了なんや。でも、かわいい。あれ、イヤリングまでついとった。ネックレスだけかと思ったら、イヤリングまでついとる。いいお兄ちゃんやね。はい、チーズ。お、表情。この表情になった。いや、いいと思うけど。もっとなんか可愛い笑顔の時とかにしてあげたらよかったんじゃない？まあ、いい思い出。やったね。可愛いよ、ひまわり。ほい、そして、白をお風呂に入れるぞ。ちょっとなんか色々キャラクターが出てくるやつしていきたいよね。はい、白をお風呂に入れよう。白をお風呂に入れるぞ、スタート。あれはスポンジ？ステーキ肉かと思った一瞬。てかこれ、しんちゃんとシロ一緒に踊りよりやん。二足歩行。おかえりー。ただいまでしょ？シロの散歩ありがとう。それほどでも。あー、シロが泥だらけになってるじゃない。どこを通ってきたんだ？シロが汚したいって言うから。早くシロお風呂に入れてらっしゃい。まあ、しょうがないな。犬とかってね、なんかお風呂入れた後になんかブルブルするけんね。すごい周りに散るよね。これは汚れてる部分をこすってあげればいいのか。あ、そういうこと？はいはいはい。あ、これで、とりあえず、おっと、大まかな汚れは取れ。あ、この辺もか。あ、これも？取れたんじゃない？とりあえずメーターがいっぱいになるまではせんといかん感じかな。はいはい、ゴシ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 。よいしょよいしょ、めっちゃ一生懸命こする。でもなんかメーターの上がりがあんまりよろしくない。やっぱり目に見える汚れだけを取ったんじゃいかんってことやね。はい、よいしょよいしょ。どうよ、なんか徐々にメーターが上がらなくなってきたんだけど大丈夫？もう流して流せないのね。あ、ちょっとずつ上がってる。上がってる上がってる。あ、いい感じじゃない？もうちょっとでいっぱいになりそう。あれか？動かす幅が必要やったんかな？あ、そしてシャワーで。はい、流しまーす。大丈夫？ちょっと目に入らんようにしてあげんとね。これはメーターないんやね。あ、白がびっしょびしょに。そしてちょっと細くなった。オッケー。やりましたね。あ、これ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 、ブル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 。乾かすところまでか。白、次は乾かすぞ。はい。うおー。でもあんまり近くでやったらなんか熱くなりそうやけど、この辺は大丈夫なんか。あ、これはもうなんかメーター、ぐん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 上がっていくね。いい感じ。でもめっちゃ、めっちゃまだまだ水が滴りよるけど。はい。これ一箇所ずーっとやりよったらやっぱり、あれ熱いとかならんのや。ハートが出てきた。ちょっとびっくり。いやでも実際はね、実際はこう同じ場所にずーっと当てとったら、絶対熱いけん。ちょ、動かしてあげんといかんけど。なに、尻尾がこうやってなるのよ。かわいい。お尻良かった？あ、いい感じいい感じ。でもぐんぐん上がりよる割にはちょっとあんまりメーターが、お、溜まったんじゃないの？どうよ。お、おー、いった。
いた、急激に下取ってた水がなくなった。やったね。ねっへん、なんで偉そう。ほい、そして餅つきもなんか暇が出てきそうな感じ。お、かっこいいヒロシだぞ、これいいね。これいいね。かっこいいヒロシだぞ。え、あれなん、ヒロシってあんなにいっぱいいろんなものを持ってるの。あ、これあれ、暇の着せ替えのヒロシバージョンってこと。なんかそんな感じじゃない。はぁ、あ、なんかさっきと全然違う感じだけど。父ちゃんどうしたの。大事な予定があるんだ。かっこよくしないといけなくてな。どういう用事。おー、オラがやる。しんちゃんのセンスで大丈夫なの。それ自分で選ぶかミサイに選んでもらって、なんでカッコつけてる。とりあえず服、大事な用、会社とかかな。私さ、え、何、気に入らないの。いや、こっちも気に入らんのよ。え、ちょっと待って、何、あのセンスがよくわからないんだけど。え、そういうやつの方がいいの。個性的やね。めちゃくちゃ個性的やね。うん、うん、はい、ズボンはこれ。なんかガラガラになるけど、でもそれって白の方が合うくないね。上がガラガラなら下シンプルにした方がっていうガチのやつ。え、これは何がいいんだ。ここもちょっと抑えめで、コーン、ふー、アクセサリー系見れんかったけど、とりあえずかっこよくないけどなーって。ズバッとズバッと、何もかっこよくないんやけど、かっこいいんすか。あ、わざわざなんかスタジオ風に。はい、チーズ。あ、それいい。はい、それいい。こんな格好でどこ行くんやろ。会社の用事ではないってことか。なんかこう、プレゼン的なものかと思ったんやけど、違うんやね。ほい、そして、あと2回よ、あと2回。暇のお世話。イカのお寿司。みんなの探し物。これ、友達みんな出てくるんじゃない？みんなの探し物。あれは、いつも、ねねちゃんのお母さんが殴ってるうさぎのぬいぐるみ。ねねちゃんも殴るよね。しんのすけ、みんな探し物があるんだって。僕一人じゃ手に負えないんだ。手伝ってくれ。あ、風間くんも探す側なんやね。まったく手がかかりますなぁ。誰を手伝おうか。ねねちゃん手伝う？あ、それとも、まさおくん？ねねちゃんにしよう。女の子。ねねちゃん可愛いよね。怖いけど。ねねのうさちゃんが混ざっちゃったの。しんちゃん探してくれる？ウォーリーを探す的な感じ。ねねのうさちゃんは一つだけよ。うわ、え、わからんやろ、こんなの。どういうこと？何が違うの？え、違いなくない？え？何？違いが分かりません。あ、これは時間が減っていきよんじゃなくて増えていきよん。何秒かかったかってこと。あ、そういうことね。ちょっとこれ連打していきよったら見つかるんじゃね。見つからんやん。え、ちょっと待って、おらんくない、おらんくないっていうか全部一緒じゃね。どれよ、一個ずつ押していったら。よいしょ。でもこれ押せるやつと押せんやつがあるんよね。なんなんやろ、どういう違いが。時間的な問題？押せ、ほとんど押せないんだけど。え、なくね？ね、ないんだけど。だってこれ全部石やもん。え、つらいつらいつらい。え、つらい。やっぱりこれ時間的な問題やって、ちょっと間置かんかったら押せんのや。え、これ違いないよね。え、全部石やろ、これ。やっぱり一個だけ違うやつがあるってことかな。え、ちょ待って、ちゃんと見よ。ちゃんと見よ。でも全部一緒やと思うんやけど。でもさ、なんか一段目と二段目表情違くない？一緒？なんか一段目にっこりしてるように見えるけど、二段目なんかすごい真顔に見えるんやけど、見え方かな。え、全部一緒や、え、一緒やん。一緒、え、一緒
ですよね。わからん。わからんよ。何にもわからんよ。一瞬。この。何が違ったのあれ。何が違ったのかを教えていただきたい。はい、それじゃあ、あと一個や。何しよう。金魚すくいかのお寿司ラーメン修行。お菓子を買うぞ、お寿司屋さん、思い出パズル。思い出パズルってなんなんやろ。なんか今までの、しんちゃんに関係すること難しさ1、思い出パズルだぞ。スタート。ひまにバラバラにされたんやね。ひまわり、ダメ。飾ってたパズルってこと。オラが直す、オラが直す。あ、そういうことか、写真。しんちゃんできるの？思い出の写真をこんなビリビリにされるとか信じられない。辛すぎる。スタート。あれ、ひまわりかな。あ、これめっちゃ簡単やん。ほらほらほら、こういうことでしょう。イエーイ。でもね、あ、なんかミサイルああいう服着てるのって珍しくない？あ、一個だけじゃないんや。でもこれを直しても、継ぎはぎはね、きっちりなくなりはしないからな。この辺か？どここれ？なんかパッと見た感じ。ちょっと待って、これこの辺か。これシーツ？あ、これはもうついてるやつか。ここ。で、こうや。これは一体誰が撮ったんやろ？ヒロシってこと？すごいなんか日常の一コマって感じ。でもさっき家族全員写っとる写真やったよね。誰が撮った？しかもあんな引きの絵で。はい、ここ。これ幼稚園かな？ここ。これちゃんと、できてなくね？どういうこと？どこだ？でもこの辺じゃないの？これやん。わからん。全くわからん。ちょっと待って。ちょっと待って、わかんなくなってきたんだけど。これしんちゃん、あ、これ自体がここじゃないんか。そういうことか。あ、そういうことか。なるほどね。こうや。あ、なるほどなるほど。そこがちょっとできたら、どんどん。はい。よし。誰やっけこれ。吉永先生やったっけ。違う？そんな名前じゃなかった？松坂先生と吉永先生じゃなかった？確か。先生の名前。はい、お手伝い完了。これでセロハンテープだらけの継ぎはぎの写真が出来上がるわけ。が、また破ってる。暇。もう楽しさを覚えてしまったんや、ひまちゃんも。つら。ほい、ということで、あ、これでもうなんか全体的に、黒くなってできんなったけど、でも CM を見て一回遊ぶとかあるけん、一応まあ無料でも、この、まあ、CM 動画を見たら一回ずつできるってことなんかな。そういうこと？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ一応じゃあ遊び放題って線でも、多少時間をかけたら全てできることにはできるんかな。